タジオジブリ映画の料理の中で、印象的というより、個人的に好きなものは、ハウルの動く城で、みんなで朝ごはんを食べるシーンのハムエッグがすごい美味しそうで好きです。ジブリに出てくる食事シーンは、どれも美味しそうで、どれも印象的ですけどね。では、どうぞ。スタジオジブリ映画の料理を再現したチャレンジビデオが話題になっていました。美味しそうなことで有名なジブリ映画に登場する料理たちを、プロの料理人が再現。米国のティーンたちが食べてはいけないチャレンジに挑戦しています。そんなビデオに、海外からは、多くの絶賛の声が寄せられていました。スタジオジブリの料理を、プロのシェフに再現してもらった。でも、食べたら、最後に罰ゲームがある。スタジオジブリのタトゥーを入れてるんだよ。3つも。オートミール、魔女の宅急便。英語ではオートミールになってるけど、日本語ではおかゆだから。もちろん食べる。見た瞬間に美味しいとわかることってあるでしょ。これがそうだよ。めっちゃ美味しい。私は、匂いを嗅ぐだけで我慢するよ。お弁当、隣のとろろ。深呼吸しないと。圧倒されちゃった。オーマイガー。見た目が可愛いね。台無しにさせてもらうよ。私の中のアジア人が食べたがってる。昔は食べてたから。野菜シチュー。天空の白ラピュタ。温かくてホッとする味だね。正直、これが一番美味しいね。向こうで食べてよ。すごく美味しい。幸せ。小米包み、千と千尋の神隠し。中に、美味しいスープと豚肉が入ってる。こんなに、大きなダンプリングは初めて見た。すごく美味しい。ポークが甘くて、スープがしょっぱくて、すごく合う。ラーメン、崖の上のポニョ、食べなかった人だけ食べられる。ラーメンが一番だろうね。小米包みより美味しそう。食べなくて本当に良かった。ラーメンは、本当に、こんな風に眠くなるよね。負けた人には、キモいソースのかかった鶏の足を食べてもらいます。春巻きや鶏の丸焼きなどが美味しそうです。あと父親が食べていた、あのブヨブヨした食べ物も気になります。あのシーンを見るたびに、中華料理を食べたくなります。